さあその向き変わりまして、これより第2クォーターに入ります。クラブアイランズ自陣40、失礼しました、相手陣46ヤードからファーストダウン10で試合再開です。クォーターバック6番パスに見せかけ、後方にいたラニー枠42番にハンドオフするドロープレーを展開しました。このドローで42番が中央突進しまして約5ヤードのゲインとなっております。まず最初のランプレーを見事に決めましたのはクラブアイランズ42番の山崎でした。滝川高校出身のチームのバイスキャプテンです。さあ現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。さあ試合再開になります。さあ前進しましてクラブアイランズセカンドダウン5の状況に入っております。さあ再びランプレー、同じく42番に突進させます。今度は左オフタックル付近をつきました。オフタックルは最も強力なオフェンスのタックルの選手の外側を指します。最もプレイヤーのブロックを集めやすいため力強さが最も出るプレーでもあります。これによりまして約4ヤードのゲインを果たしました。ここは42番の山崎のランで状況を作らんというところでしょうか。さあ残り1ヤードの状況を果たしてここでどのようなプレーを行使するでしょう。クラブアイランズサーダウン残り1ヤード。不成功。ここでクォーターバック6番奥に走り込んだレシーバーにパスを投じました。1ヤードということで 前傾姿勢を取るかというその裏をつかんというパスでしたが、しかしこれはクラブベアーズディフェンスを2枚カバーさせ完璧に封じました。結果的にこのパス失敗となりましてフォースダウンに変わります。さあこの残り1回の攻撃をどうするかですが、クラブアイランズここは勝負します。この1ヤード突破をこのワンプレーでかけます。フォースダウンギャンブル。さあ中央行ったがここでトラブル発生している。さあどのような判定が降りるでしょうか。中央へのランプレーでした。しかしランニングバックがヒットによりましてボールをファンブルしました。これを抑えた方が次の攻撃権を得ますが、どちらが果たしてこのボールを所有できたでしょうか。現在審判団協議しております。なんとこのプレーの前に反則が発生しておりました。クラブベアーズにオフサイドの反則。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。結果的にこれにより5ヤードのバッターを受けます。従いまして残り距離1ヤードでしたので自動的にクラブアイランズ攻撃権行使になりました。クラブアイランズファーストダウン獲得です。さあこれによって窮地を脱しましたクラブアイランズ、相手陣32ヤードからの攻撃に入ります。この状況を生かすことができるでしょうか。クラブベアーズこの失態を取り返せるでしょうか。クラブアイランズファーストダウン10。さあ左方向へのプレー、今度はオプションプレー。クォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ここはランニングバック44番にトスしまして左オープンをつかせました。44番激しいヒットをしながら前進図りまして、ゲイン試みましたが、しかしこのランによる獲得距離はありませんでしてセカンドダウンと変わります。しかし果敢なランを見せましたのは
クラブアイランズ44番の堀田でした。本来はラインバッカー、そしてクォーターバックの控えに入っておりますが、ここではランニングバックとして入っております。インタビューに答えておりました選手でもあります。さあ今度はランプレー行きました。同じく44番にハードフ、今度は左オフタックルを一気に駆け上がり、ディフェンスの間をすり抜けまして、見事攻撃権更新果たしました。クラブアイランズファースト。本来はランニングバックの選手ではないフォッタ、しかしここはチームの、新たな起爆剤として、自らその、ランナーとしてこの試合の牽引を果たしております。この辺りさすが京都大学ギャングスターズ出身の闘志あふれるプレーです。さあ攻撃権更新になりまして、クラブアイランズは相手陣22ヤードからファーストダウン10。さらに続きます、堀田のランが入ります。同じく左オフタックル付近突破を図りました。さあこのしかしトラブルがありましたでしょうか。現在ホイッスルで試合が止められている状況になっております。ファンブルありましたが、しかしどうやら、自らボールを抑えていた模様です。攻撃権は継続となっております。ゲインは約1ヤードほどありましたでしょうか。セカンドダウン9という形で試合の状況を、このまま流させていただきます。クラブアイランドセカンドダウン9。非常に際どい判定ではありました。しかしクォーターバック6番一気に奥に走り込んだレシーバーにパスを通りました。そしてこれをレシーバーディフェンス競り合いながら見事にキャッチしまして、タッチダウンを奪う形に成功しております。クラブアイランズ見事なタッチダウンパスによりまして6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキックはブロック、フィールドゴール失敗という形になりました。トライ4ポイント失敗という形になりました。6点止まりとなっています。しかし見事な攻撃によりまして、ここでタッチダウンを上げ反撃をのろしを上げる形に成功しました。投じましたクォーターバック6番、そしてこれを取りましたのはワイドレシーバー10番、見事に競り勝ちまして、この攻撃で反撃ののろしのあるタッチダウンを上げました。そのパスを投じましたクォーターバック6番は久保田、京都大学出身、取りましたワイドレシーバー10番は北川、関西学院高等部出身のプレイヤーです。年齢としましては30代40代の選手です。一旦はアメリカンフットボールを離れていたかもしれません。しかしそういった思いの、しかしその中であったアメリカンフットボールの思いがこのクラブアイランズの中で発揮されております。まさに堀田がインタビューで語っていた通り、アメリカンフットボールをもう一度打ち目指し、そしてアメリカンフットボールを楽しむために現在アイランズのメンバーは活躍しております。さあクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。クラブベアーズはこの状況を覆せる状況をここで展開できるでしょうか。さああえて短いキック、リターンを避けるように短いキックを蹴りました。結果的に大きなリターンを避ける格好にはなりましたが、クラブベアーズ自陣46ヤード付近からの攻撃位置を得ます。さあかなり優位な位置からの攻撃に結果になりました。クラブベアーズファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。ランニングバック97番ハンドオフから右オフタックル付近に突入しまして、約2ヤードから3ヤードのゲインを獲得しております。
非常に体育優れた選手がここでキャリアに入ってまいりました。97番は白洲、大阪体育大学出身、こちらもエイジ50、50歳のプレイヤーです。ここはアイランズナイスディフェンス、再びランプレーにより攻撃前進を図りましたクラブベアーズ。しかしここに、アイランズディフェンス陣が殺到し、最終44番仕留めまして、このランを阻止しております。タックルしました44番は先ほど攻撃でも活躍していた堀田です。攻守ともに彼は奮闘しております。素晴らしい、投手だと思います。クラブベアーズサードダウン10、パス不成功。ここで中央走り込んだ97番にパスを投じました、97番、しかしディフェンスのカバーありまして、これがキャッチできずパス不成功になりフォースダウンに変わっております。なおこのシリーズはクォーターバックもベアーズ変えていた模様です。クォーターバック8番の稲葉が入っておりました。稲葉は京都大学出身のプレイヤーです。面白いことに両チームとも京都大学ギャングスターズ出身のプレイヤーが活躍しております。クラブベアーズフォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。これはリターンできない高さで絶妙の位置にボールを通しまして、クラブアイランズ自陣18ヤードからの攻撃という形に変わります。攻撃権変わりましてクラブアイランズに攻撃変わります。ファントはそのコントロールとその蹴り方によりましてその位置取りを大きく変えるワンプレーとなります。これを巧みに使いこなせるかどうか非常に重要な点ではありますが、ここはクラブベアーズの87番の雪田、素晴らしいパントを蹴りました。近畿大学出身のプレイヤーです。こちらも年齢46歳、クラブベアーズにオーバーザヒルギャンズの優れた選手が活躍しております。さあクラブアイランズに攻撃変わりまして、クラブアイランズ自陣18ヤードからファーストアンテン、さあランニング枠に塗装しまして左オープンをつきました。キャリアは42番でしょうか。その体育あふれたランプレーによりまして1ヤード獲得しております。しかし同時にこれはクラブベアーズのディフェンス陣が素晴らしい対応を披露しているということでもあります。キャリアとなりました42番は山崎です。滝川高校出身のプレイヤーです。クラブアイランズセカンドダウン内、さあ2人ジャンプ、しかしこれはクラブベアーズナイスレンス。今度は右オフタックル付近の突破を図りましたクラブアイランズ。しかしここにクラブベアーズの66番51番が殺到しまして、結果的にこのラン阻止しサードダウンに変えております。見事な対応しましたのは51番の牧井、大手門学院大学出身、66番は斉藤でした。立命館大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズサードラインの状況になります。パス不成功。ここはクラブベアーズがディフェンス勝ちました。クォーターバック6番左に下がりましてパスを投じようとしましたが、そこにクラブベアーズ4番が殺到し、結果的にパスを投げ捨てる形になりました。見事なプレッシャーかけましたがクラブベアーズ4番の川口でした。関西大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズフォースダウン9、失礼しました、フォースダウン9になっております。パントフォーメーションを取りました。
このパントはハーフウェイ付近まで飛びまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてクラブベアーズに変わります。ダウン表示、失礼しました。クォーター表示が誤っていましたが、現在第2クォーターに試合は推移しております。さあ攻撃権変わりまして、クラブベアーズ相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10、さあ中央へのランプレーを投入しました。密集点の突破をランニング枠15番に託しまして、オフェンスラインとともに約3ヤードを獲得しております。このブロック力を非常に生かしたランを展開し始めました。キャリアは15番の吉本でした。大阪芸術大学出身です。ここでホイッスル。ここで2ミニッツウォーニングが入ります。今期より、国内のアメリカンフットボールは米国 NCAA ルールの変更によりまして、前後半の残り2分になりました段階でレフェリータイムアウト、2ミニッツウォーニングのタイムアウトが入ります。従来はプロリーグでしか採用がありませんでした。この2ミニッツウォーニング、これが入ることによりまして、より時間を駆使した高度の戦いが両チームに求められる格好になります。言い換えますと、ご覧いただいている方々にはこの時間を考慮した戦い方がアメリカンフットボールに非常に重要なシチュエーションになることがこれから繰り広げられます。ぜひこの点にもご注目いただければと思います。この配信は X2XEWEST 全チームによります共同企画によって配信させていただいております。さあ2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。クラブベアーズ相手陣45ヤードからセカンドダウン7の状況で試合再開です。さあ抜けている、かわした、ナイスゲー。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。非常にいいプレーでしたが、果たしてこの反則は果たしてどちらにありましたでしょうか。オフェンスチームにホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでしまっていたようです。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。これをプレーの最中に行ってしまった選手がいた模様です。この結果10ヤード抜体を受ける、その時点から10ヤード抜体を受ける形になりまして、そこでプレーが終了した格好になっています。従いましてダウンの更新には至っておらず、セカンドダウン残り2ヤードの状況で試合再開となります。とはいえ前進は果たす形になりました。キャッチしましたのは82番の寺崎でした。このパスを投じましたのはクォーターバック8番の稲葉です。パス成功、ファースター。ここでクォーターバック8番、中央切れ込んだワイドレシーバー0番にパス。見事なタイミングでこれを0番キャッチしまして、一気に攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。鮮やかなパスを投じましたが、クォーターバック8番の稲葉です。京都大学出身。取りましたのは0番の川野でした。関西大学出身です。さあ相手陣21ヤードに入りまして、クラブベアーズファーストダウン10。
さあ今度はランプレー、しかしこれはクラブアイランズナイスディフェンス。何枠に右オフタクル付近突破図らせましたが、しかしここでディフェンスライン陣が奮闘、最後は52番仕留めまして、このランノーゲインに変えております。見事にタックルしましたがクラブアイランズ52番の、梅原でした。神戸大学出身のチームのキャプテンです。さあセカンドアウンテンどうするか。インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブベアーズは一気にエンドゾーンを落とし連とするロングパスを投じました。しかしこのパスを取りましたのはクラブアイランズ25番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権変わりましてクラブアイランズに変わります。競り合い非常に厳しい状況でしたが、見事にこの競り合い競り勝ちまして25番この状況を脱出する形に成功いたしました。見事なインターセプトを果たしましたがクラブアイランズ25番の、吉澤でした。鳥取大学出身のプレイヤーです。こちらもエイジ48、非常に、オーバーザヒルキャング集います両チームの、素晴らしい戦いが披露されております。さあクラブアイランズ自陣20ヤードからの攻撃、ファーストダウンテン。中央へのランプレー、ここはまずランプレーを一つ鎖として打ちます。キャリアは42番の山崎でした。ここで前半戦終了となりました。前半戦終えましてクラブベアーズ14点、クラブアイランズ6点、双方ともタッチダウンを取り合うという展開の中、クラブベアーズがリードする形で前半戦終了となっております。